はい、皆さんこんにちは、みそらです。いつもご視聴いただきまして、また今日初めて拝見してくださった方へ、感謝を申し上げます。今日も空から温かいメッセージがあなたに届けられております。はい、今回は、今あなた自身が悩んでいることへの答えや、今向き合われていることへのキーワードを主にリーディングしていけたらいいかなと思っております。ここから進んでいく上で、どんな風に進んでいったらいいんだろうとか、何かしらの、きっかけやヒントまでにしていただければ私も嬉しいです。そして、改めて、コミュニティだったりだとか、ツイッターの方やブログの方に、温かいコメントを、皆様にいただきまして、私自身ももう一つ一つ、拝見して読ませていただいて、本当にこう背中を押されるような思いで、励みにしております。今日も、皆さんの背中をポンと押せるような、そんなリーディングをしていけたらいいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではカードの方をゆっくりと眺めていただいて、直感でなんとなくこれかなって思うものがあれば一つ選んでみてください。はい、ありがとうございます。下の説明欄の方から、ご自身が選んだキャラクターの動画にタップして、すぐにリンクできるようになっておりますので、よろしければご活用ください。はい、それではこちらの方からリーディング見ていきたいと思います。はい、それではこちらの方のリーディング見ていきたいと思います。はい、では失礼いたします。こちらの2枚ともこう割とこう霊的な意味合いを表しているカードだったりとかもします。こちらの、そう、表紙のね、カードですよね。そう、うん、もうやることを、今できることをもうやったのであれば、あとはもう天に任せてくださいということ、天を信頼していてねっていうことがすごくね、まず一つ伝えられております。で、今っていうのはもう季節で言ったら冬なんですよね。そう、まだこうちょっと冬で、なかなかこう目に見える形、豊かさとしてはまだあなたのもとに豊かさが訪れてきていなかったりだとか、あとはこう頑張っているんだけれども、なかなかこう結果にはまだこう出てこないような環境、状況であったとしても、今っていうのは冬で、まだこう地上には本当はある新芽っていうのが見えないだけなんですよね。で、雪がこう溶けていった時に、そう、必ずこうあなたにとっての天気っていうのは必ず訪れてくるので、そう、安心してねっていうことが一つまずすごく伝えられております。季節もこうずっと冬っていうことも絶対ないように、嫌がおうでも春っていうのは必ずやってくるので、そう、大丈夫だよっていうことで、むしろ逆に今この冬の時期、この冬の時期であるからこそ
蓄えていけること、できること、整えていける何かがあるよっていうこと、またはそれをあなたはちゃんとコツコツとやってこられている方ではないのかなという感覚がすごくあります。そう、今必ずちょっとこちらいい流れに乗るっていう、こうリュウリュウのカードも出てきてくださっているので、必ずあなたにとってのあの天気っていうのは、春っていうのはやってくるので、今っていうのもすごく今天から与えられている、ある意味でこうその来たるべき日に備えてのその準備期間だったりとかもするよっていうことがすごく伝えられております。うん、ですごくこちらの方なんですけれども、そのこれから来る天気を迎えていった時に、ものすごい霊的なサポート体制っていうのを今まで以上に受けていかれるようなんですよ。そう、霊的なもうバックアップ体制のもとに何かことが進んでいく、何かこう天の導きサポートが介入してくるようなんですよね。そう、何かそれは結構総動員でっていう感覚がすごくあります。で、なぜそんなにこうあなたが霊的なバックアップサポートを受けていかれるのかっていうところなんですけれども、多分あなたが今頑張っておられること、着手しておられることっていうのが、あなただけではなくって、みんなにとってもとてもこう喜ばしいことであるからのようなんですよね。そう、みんなにとってもいいことであるようなんですよ。なのできっとこうあなたが立ち上がるのをきっとこう待ってくださっている方がたくさんいてるようなんですよ。あなたが動き出すのを待ってくれている人がたくさんいらっしゃるよっていうこと、そのためのものすごいバックアップ体制、霊的なサポート体制っていうのがここからそう介入していくようです。うん、これはちょっとこうすごく不思議な話になってくるんですけれども、実はこうなんていうのかな、私たちってこう誰かが何かを始めようとした時だったりだとか、何かをこう発信していく時っていうのは、実はその霊的な存在の方、それはあなたの守護霊様から他の誰か知らないどなたかの守護霊様だったりだとか、もう人数で言ったらものすごい人数の霊的な存在の方々の働きかけが作用しているよっていう話があって、もう数にすると1000人とか、そういったすごく大きな規模の範囲で霊的なサポート総動員で何かこうあなたがバックアップを受けていかれるのかなという印象がすごくあります。うん、実はものすごい人数のそう方、霊的な存在の方たちのサポートがあって動いていることだったりとかもするんですよね。そう、で一つこう今日悩んでいることへのアドバイス、サポートメッセージなんですけれども、キーワードとして行動していくことっていうのが一つあるんですよね。何かこう行動に移していくこと、一歩踏み出していくことっていうのがすごく伝えられていて、きっとあなた自身っていうのもすごくこう直感力がある方のようなんですよね。なのできっと今見てくださっているあなたっていうのは、なんとなくだけど自分の未来が見えている、もう見通しがついている方ではないのかなと思います。根拠はないんだけれども、なんとなくなんだけれども、多分自分はこうなっていくんだろうなとか、多分自分はこんな場所に何年後経っているのかなっていうような、ある程度自分のその未来っていうのをもう見通していくことができている方であるんですよね、きっと。そうで、それっていうのは確かなもので、あなたが今感じている自分の未来であったりだとか、想像できていること、想像イメージできているビジョンや計画や
未来っていうのはある意味でもう叶っているからこそ感じていけることであったりとかもするんですよね。そう、これちょっと投資能力っていう意味もあったりするカードであるんですけれども、そう、こちらもどちらかというとこうキャッチしていくとかっていうことを意味していたりとかもするので、そのある意味であなたが今思っている想像している未来の自分っていうのはそのもう叶っている未来から転写されてきていること、未来の自分から叶ったもう自分からのメッセージであるようなんですよね。その未来の自分からのメッセージっていうのをちゃんとあなたはキャッチして捉えていくことができている方のようなんですよ。なのでこう人間ってこう自分がこう叶えられないことっていうのは想像できなかったりとかもするので、今自分が想像できているっていうことはもう叶っているからこそだよっていうことがすごく伝えられております。うん、なのでこう定期的に何かこう未来の自分からメッセージがこう届くよっていうこと、でそれはちょっとこうなんとなくっていう領域なのですごくこう気のせいかなとか不確かなものに感じてしまうんだけれども、それは間違いなく未来の自分の姿であるので、メッセージであるので、受け取っていってねっていうようなことが伝えられております。うん、何かこう未来の自分とコミュニケーションを定期的に取っていきながら、何かあなたがここから進んでいかれるような感覚っていうのがすごくこちらの方はあります。で、割となんかこう先駆者的な方なのかなっていう印象がすごくあります。うん、まだこう前例がないことであったりだとか、誰もやったことがないことに何かチャレンジしていかれるような、そんなこう印象もあるんですよね。そう、なのでそのあなたが今思っていること、それはちょっとビジョンなのかもしれないですし、まあアイディアかもしれないんですけれども、何かそれをね行動に移していくといいようなんですよ。そう、何か一歩踏み出してみることっていうのがすごく伝えられております。うん、でますますここからっていうのはそのあなたの投資能力っていうのもますます強くなっていかれるようです。こう投資能力ってこう目には見えないものを見ていく力なんですけれども、そう、それは実際的に霊が見えるっていうことが、まあ、なかったとしても、それはこう直感っていう形で降りてくるかもしれないですし、または予知夢の中でっていうこともあるかもしれないですし、瞬間的にこう映像がこうパッと浮かんでくるっていうことなのかもしれないんですけれども、ますますその目には見えない世界を見ていく力、未来を見通していく力っていうものが何かねますます強くなっていかれるようなんですよ。それらの直感を信じて進んでいってねっていうようなことがすごく伝えられております。うん、もうあなたには強固な土台があるということ、うん、そう、さっき先駆者っていうお話もあったと思うんですけれども、何かそれだけのもう確かなグランディング力をお持ちの方のようです。そう、強靭な根っこを持っている方、うん、なのでもう酸いも甘いももうこの人生の中で経験してきたよっていう方がこう結構こちらのカードを選んでくれた方の中には多いんじゃないかなと思います。そう、今ね流れが変わる時が来るようです。そう、確実に春はやってくるよっていうことなので、まあ、キーワードとしてはあなたがひらめいたことっていうのをどんどん行動に移していくことっていうことと、直感とかインスピレーションを信じていくことで、ほんの一瞬のひらめきっていうのはそれは未来の自分からのメッセージであるので、そう、
信じていてねっていうことが伝えられております。想像した未来っていうのは叶っていくよって、うん、そう。そして天の導きをもう天に身を委ねていく、そう。自分がコントロールできない領域っていうのはもう目には見えない存在の方々に任せてしまうっていうことで、また任せてくださいねっていうことが伝えられております。うん、やっぱりこう私たちにはどうしてもこうできないこと、人の人知には及ばない領域っていうのがあるんですよね。まあ、生きているからこそ、この生身の体があるからこそできることっていうのはのももちろんこうあるんですけれども、この目には見えない存在の方たちだからこそできることっていうのもやっぱり確かにあるので、そう、それはそうご縁結びっていう形かもしれないですし、そうおタイミングを調整していくっていうこともそうですし、どうしても私たちには未来っていう部分はまだ不確かではっきり見えないものであるので、そう、そういったそのタイミングとかっていうことに関してはもう天の意志に身を委ねてしまうこと、そう、流れに身を任せてしまうこと、できることをもうやったのであればもうコントロールできないようなこと、結果とか、まあ、人と人のご縁もそうかもしれないんですけれども、そういったこう自分のこう人知には及ばない領域のことっていうのはもう天に委ねてしまう、任せてしまう、そう、流れにこう身を任せてしまうっていう方が、そう、何か物事がよりこうスムーズに進んでいくキーワードになるのかなという感覚がありました。それでは一言メッセージを見ていきたいと思います。はい、では失礼します。ちゃんと、地震だそうです。なんかね、優しいカードですね。ピンクで色合いも、ね、天使さんがやっぱりすごくいっぱいいるんですよね。なのでやっぱりあなたはすごくこう霊的な存在の方たちに愛され、そう、守られ導かれている方なんだと思います。で、あなたのそれは何でしょうね、なんかこう表現したものかもしれないですし、何かこう発信していくもの、またはこれから何か成していくことっていうのが、あなたのことを本当に必要としてくれている方のところへ、何かそれらが、そう、霊的な存在の方たちの力によってよりこう届けられていくっていう印象がすごく、なんか私はこのカードを開いた時にありました。また豊かさっていうのもあなたのもとに届けられてくるよっていうことが伝えられております。そう、何かそんな印象がありますね。そう、あなたのその持っている何か愛の力から生み出されていくもの、何かそれは、表現なのかもしれないですし、まあ、それぞれこれは見てくださっている方にとってそれぞれかなとは思うんですけれども、何かそれらが届けるべき人のところに届いていくよっていうこと、またそれを最大限天はサポートしていくので、そう、信頼していてねっていうことが今あなたには伝えられているのではないかなと思います。ね、何かご自身でも地震っていうこうキーワードを見て何か感じることがあれば受け取ってみてください。はい、何かしらの参考や、ヒントまでにしていただけたら私も嬉しいです。ありがとうございます。はい、それではこちらの方のリーディング見ていきたいと思います。はい、それでは失礼いたします。パワーですね。
チェルセラピー、テイクバックユアパワー。ね、なんかパワーっていうキーワードがね、2枚も出てきてくださっております。こちらとこちらなんですけど、うん、なんかあのこちらのカードを選んでくれた方に今すごくまず届いているメッセージエールとして、あなたの持っている本領、本域の力っていうのはもうまだまだこんなもんじゃないんだそうです。もうまだまだこんなもんじゃないよって、ここからだよっていうことがすごく伝えられております。うん、もう今っていうのはもう序盤も序盤に過ぎなくって、本当にもうのろしを上げたに過ぎないよっていうこと、ここから始まっていくよっていうことがすごく感じられます。うん、なので本当にこう自分の魂をなんていうのかな、見くびらないでほしいというか、なんかそういったメッセージ感がすごく強くあって、もう私たちは知っているよって、こちら割とこう高次元っていう意味合いを、こう高次元とのつながりっていうものを表していたりとかもするカードなんですけれども、そう、私たちは知っているって、あなたのその魂のすごさっていうものを知っているんだっていうこと。なのであなたにはまだまだ本当にこうたくさんの可能性っていうのがあるよっていうこと、ある意味なんていうのかな、もう なんていうんだろう、もうそのあなたの魂の中にはもう起爆剤をこう宿しているというか、その起爆剤に転化されてもう力が外にこう 100% 出ていった時っていうのはもう鬼に金棒、もうまるで魔法使いのごとくあなたはそう何でも叶えていけるということが伝えられております。そう、それに今っていうのはまだ気づいていないだけで、本当はもともともう与えられている、もともとある何か才能っていうものがあなたにはあるよっていうことが伝えられております。で、一つ今、まあ、今回悩んでいることへのキーワードとかサポートメッセージなんですけれども、割とキーワードとしては外側に意識をこう向けていくっていうよりかは、自分のこう内側に意識を向けていく時間っていうのをちょっと意識的に作っていくとすごくいいようなんですよ。要するにこう自分自身の魂とコミュニケーションを取っていく時間、対話をしていく時間っていうものを作っていくといいよっていうことがすごく伝えられていて、例えば、まあ、これはこう、まあ、私の例えでちょっと申し訳ないんですけれども、私の場合は、まあ、瞑想をしたりだとか、あとはその絵を描くっていうことが私は好きだったりとかもするので、絵を描いている時間とか瞑想をしている時間っていうのがおのずとこう自分自身との魂との対話になっているのかなっていうことをすごく感じるんですけれども、そうなので、なんていうのかな、自分自身の好きなことをする時間っていうものをこう許される範囲でこうちょっとずつ作っていかれるとすごくいいようなんですよ。それが結果的に自分自身とのそのコミュニケーションを取る時間になっていくよっていうことがすごく伝えられております。まあ、瞑想するといいよっていう話もすごくこう、まあ、これもおすすめであるんですけれども、でなかなかこう瞑想するってる方って多分少ないと思うので、一番いいのはあなたのその好きなことをする時間っていうものを優先的に作っていかれるとすごくいいのかなっていうことが一つ感じられます。うん、なのでちょっとこちらの方すごく力強いメッセージ感があるので、ちょっとこう使命とかお役目っていうことも少し感じられるんですけれども、気負う必要っていうのは全然ないよっていうことがすごく伝えられていて、例えば何か叶えたい夢とか目的がこうあるとして、まあ、その目的に向かって
まあ、好きなことをする時間っていうのを、例えばこう1日1回は絶対やるとか、なんかこう何時になったら絶対やるとか、やらなきゃいけないとかっていうんじゃ全然なくって、もっとこう軽い感覚でいいみたいなんですよ。その気が向いたらやろうかなぐらいでちょうどいいっていうことがすごく伝えられております。うん、なんか暇だからちょっとやってみようかなとか、ちょっと今時間があるから、あ、ちょっとこう取り組んでみようかなとか、そういったような感覚でいいみたいなんですよ。なんかこうやらなきゃとか時間を作んなきゃとかっていうわけじゃなくって、なんていうのかな、ちょっと気が向かない日はそう全然やらなくってもそれはそれで構わないですし、その自分がこう気が向いた時、やろうかなって思った時に取り組んでみるっていうのがすごくこういいのかなと思います。うん、こう何かをこう着手した時に、なんか最後までやらなきゃいけないとか時間を決めてやらなきゃいけないとかではなくって、本当にこうなんて言うんだろう、自分のこう気が向いた時にちょっとでもいいから、その自分の好きなことに触れてみる、まあ、10分とかでもいいので、ちょっとお遊び程度でちょっと取り組んでみるとか、そう、そういったことをちょこちょこと取り入れていくことが結果としてその魂、自分自身との魂とのそのコミュニケーション、対話につながっていくよっていうことがすごく伝えられております。そういった時間をちょっとこう無理のない範囲で肩の力を抜いてこう作っていかれると、すごくあなたにとってはいいのかなっていう感覚がすごくありました。で、その悩んでいることへのキーワードとして、もう一つはこう覚悟を決めていくとか決心していくっていうことが一つこうあるんですけれども、多分まあなかなかこう覚悟を決めるって言っても、人ってこうよしじゃあこうしようって決めて、それおいそれと覚悟が決まるっていうわけではないと思うんですよね。なのであなたの場合はこうその今着手されていること、好きなことに取り組んでいるうちに、だんだんとこう自分もこう知らぬ間に覚悟が決まっていくような、そんな感覚がすごくあります。なので気負わずに、そういったこう自分がこうやりたいことをする時間っていうものを作っていくことによって、その日々のそのちょっとずつちょっとずつのその時間が何かこう積み重ねとなって、そうあなたのその眠っている力が徐々に徐々にこう目覚めていくよっていうこと、その自分の本質と自分のその本質とつながっていくことができるというか、そう何かそのことに少しずつ取り組んでいかれることで、おのずと自分の決意っていうものも決まってくるようなんですよ。あ、やっぱり自分にはこの生き方が合ってるんだなとか、やっぱり自分にはこの道しかないんだなっていうように、何かそのことに取り組んでいくことがおのずと覚悟とか決意につながってくるよっていうことがすごく伝えられております。うん、そう、そのあなたのものすごいこうエネルギー、力のその源泉となっているもの、その源っていうのは愛だよっていうこと、あなたの中にある豊かな愛情、あなたのその魂の中にはもう全て存在していて、その愛情のエネルギーこそがあなたのその起爆剤となっていくよって、あなたのその力の源は愛だよって、だからいつでも愛を羅針盤にしていくことっていうことが伝えられております。うん、
その何かを動かしていく力っていうのはお金ではなくって愛なんだっていうこと、あなたの中に全部もうある、揃っているよっていうことがすごく伝えられております。そう、この正常に流れるこう清らかなお水のように、あなたはこう自分を癒していくお力もあるし、または人を癒していくお力もある方、とてもこうピュアな方なのかなという感覚がすごくあります。うん、そう、その力の源はあなたの愛、これまで培ってきた経験でもってして何か学んできた、築き上げてきたもの、あなたには揺るがないこう愛情、慈悲の心、慈愛の心があるよっていうこと、その豊かなとても美しい愛情を持っているあなたっていうのは、そう、まだまだもうものすごい力が眠っているよっていうこと、そうで、それはもう天賦の才なんだっていうことがすごく伝えられております。うん、もともと持ってるもの、もう小さい頃から生まれてくる前からあるものだよっていうこと、なので何かを付け足し付け足しっていうんではなくって、むしろこうそぎ落としていくような感覚ですよね。もう思い出していくとか、何かをそぎ落としていく、より何かこう本来のあなたに戻っていく、帰っていく、そういった印象がすごくあります。で、そのキーワードとしては、何かこう好きなことをする時間、今着手されている何かこう取り組んでおられることがあるのであれば、その時間を少しずつこう毎日の中でちょこちょこと取っていかれると、それが結果として目覚めていく、そう、眠っている力を目覚めさせていく何か一番の近道であるようです。そう、で、その才能が目覚めていくとともに、何かね、おのずともう覚悟が決まってくるので大丈夫だよっていうことが伝えられております。うん、ね、すごいですよね。なんかすごくこれから何かすごいことが始まっていくような、そんな感覚がこちらの方はあるので、うん、もうこれからこれからっていうような印象がすごくありました。もうこんなもんじゃないからっていうこと、その力が今目覚めていかれるようです。うん、はい、ではあの一言メッセージを見ていきたいと思います。はい、失礼します。わあ、再生神聖のカードが出てきてくださいました。すごいですね、炎、まさになんか力強いですよね、パワーと。こちらも炎で、こちらはもう過去とか前世っていうこともちょっとこう意味合い的にはあったりとかもするので、本当にもうあなたが恋願ってきたこと、もう聖なる魂の願いを今こそ果たす時が来ているよっていうことがきっと伝えられているのではないかなと思います。神聖と再生なので、本当にこうむしろなんて言うんだろう、新しいあなたに生まれ変わっていくっていう印象もあるんですけれども、それは新しい自分になるっていうよりかは本来の自分に帰っていく、何か今までの何かこうベールというか鎧を脱ぎ捨てて本来の純粋なあなた、魂に戻っていくような感覚があります。で、過去とその前世っていうものがもう今つながっていく、すべての経験が実っていく、
そんなようなすごくこう力強い印象があります。うん、まさにもう力ですよね。エネルギー、底知れぬ力があなたにはあるよっていうこと。うん、それが今目覚めていかれるようです。あ、で、あと一つは、あ、そう、すいません、あともう一つちょっと感じるのは、こう外側に意識を向けていくっていうよりかは、内側にこう意識をこう向けていくといいよっていうような話をさっきしたかなと思うんですけれども、自分軸で生きていく、自分軸をこう保っていくっていうことも一つこうあるのかなっていう感覚があるので、ちょっとこうおすすめとしては、こう今の時代って情報化社会なので、情報化社会だったりとかもするので、嫌でも外の情報って入ってくると思うんですよね。テレビをつけてればニュースは入ってくるし、こうスマホで何でもこう、ね、ニュースだったりとか情報だったりとか、まあね、YouTube とかもいろんなこう音楽も聴いたりとかもできるので、こう毎日の生活の中ですごくこう外側の情報って嫌がおうでも入ってくると思うんですよね。なので週に1回でもいいので、その外の情報をちょっとこう1日だけ立ってみるっていうのもすごくおすすめかなと思います。例えばこう SNS とか、まあ、例えば Twitter とかブログとか、まあ、こういった YouTube とか、結構私たちってこうね、暇な時とかついつい見がちだったりとかもすると思うんですけれども、そういったこう外の情報、外の環境からちょっと離れてみる日を週に1回でもいいので作ってみると、自然とこう外の情報をこう立っていくことで意識がこう内側にこう向いてくるんですよね、おのずと。何かそういった日をちょっと作ってみるだけでもちょっと違うかもしれないです。こう内側に意識を向けていくこと、そしていくことでちょっと自分の気が整ってくるというか、そういったこう印象もすごくあるので、そう、何かこう外側に意識を向けるっていうよりかは内側に意識を向ける時間っていうのを作っていかれると、よりバランスを取りやすいのかなと思いました。はい、これはあなたの前世から願っていたこと、このために今までいろいろな試練があったんだよっていうこと。なので今その経験値をもってして、そう、何かね、あなたが行くべき場所に向かっていくような、そんな感覚がありました。うん、はい、何かしらの参考やヒントまでにしていただけたら私も嬉しいです。ありがとうございます。はい、それではこちらの方のリーディング見ていきたいと思います。なんかちょっとカーディガン着てたらすごく暑くなっちゃってちょっと脱ぎました。はい、はい、では見ていきたいと思います。失礼します。ひまわり。変容、ね、どちらも綺麗ですね、カードがね、絵柄が。望む状態が現実になる、銀龍。うん、だってお子様のカード出てきてくださっております。
ちょっとこちら可能性2つあるのかなと感じられます。はい、では見ていきます。ですね、こちらのカードを選んでくれた方へ今、向けられているメッセージなんですけれども、今回、今悩んでいることへの答え、サポートメッセージキーワードっていうことなんですけれども、あなたの意思をぜひ尊重していってくださいねっていうようなメッセージがすごく届いていて、今 あなたの中でちょっとこうなんていうのかな、重りとなっているような出来事だったりとか、人間関係、何か足を引っ張っているようなことっていうのがあるのであれば、そういったその状況環境からこう抜け出していく時が今来ているよっていうことがすごく伝えられていて、で、そのもし今あなたがその自分のその本心とか本音ってこうありますよね。本当は本当は理性で考えたらみんなの意見を尊重してこっちの道に進んだ方がいいのかもしれないけれども、私は本当はこっち、本当はこういった職業に就きたいとか、こういった生活をしていきたいんだっていう思いだったりだとか、自分がより自分らしくいられる場所、自分がのびのびと過ごせるような環境だったり、人間関係だったり、それは人によっては住まう場所だったりするのかなとも思うんですけれども、そう、もし悩んだ時には自分の意思、本心、本音を尊重した選択っていうのをしていくといいようなんですよ。そう、その周りの方の意見とその自分の本心っていうのをこう天秤にかけた時に、自分の意思、本音を尊重していってねっていうことがすごく伝えられております。で、自分の本音や本心に沿ってあなたが選択していくこと、生きていくことっていうのが、ここからすごくいい流れを作っていく、すごく最大のキーワードになってくるようなんですよ。そう。で、何かそれは多分ずっとこう、なんていうのかな、長い時間、未解決だったことであるのかなっていう印象がすごくあるんですよね。それはもしかしたら、今世だけじゃなくって、もう過去世の時から、魂が何か特に解けなかった魂の中の課題であるのかなっていうすごく印象があります。なので、ちょっとここで変容っていうカードが出てきてくれているんですけれども、ここの変容っていうのはすっごくなんていうのかな、大きくて深い意味があるのかなっていう気が今回は印象としてすごくあります。なんていうのかな、結構この変容のカードって頻繁にこう出てくるカードでもあるんですけれども、今回のこう印象としては、もうなんていうのかな、最終形というか最終段階の何かこう変容なのかなっていう印象がすごくあります。なので、あなたがその今自分自身の本心や本音、本当はこっち違い、本当は自分はこういった生き方、暮らしをしていきたいんだって思うような生き方を、あなた自身が自らの意思で選択していくことで、それが魂のその浄化、深い癒しになっていかれるようなんですよ。多分その過去世の時にはクリアできなかったことだったと思うんですよね。そう、前世の時には何かそれが、今世あなたがここからそういった意思を選択していくことによって、深い魂の中の浄化が行われていくよっていうこと、癒されていくよっていうことが伝えられております。なので、多分ちょっと感じるになんですけれども、こちらのカードを選んでくれた方っていうのは、もうこれまでっていうのはもう十分
徳を積んでこられてきている方なんだと思います。どちらかというとその自分のために生きてきたっていうよりかは、多分前世の時もその何か人のために尽くされてきたような印象がすごくあるんですよね。何かこうなんていうのかな、自分は縁の下の力持ちとなって脇役となって家族のことを支えてこられてきたとか、そう十分こう徳を積まれてきている方のようなんですよね。なので堂々ともう何も遠慮することなく自分の本音を選択していっていいんだよっていうこと、それは悪いことではないんだっていうことが伝えられております。なんかこう自分の意思を通していくことってなんかすごくわがままかなっていうふうに思いがちなんですけれども、そのなんていうのかな、本当は魂のその深いレベルで見ていった時には自分が犠牲になって誰かが幸せになるっていうことは本当はなくって、それは仮初めの喜び、仮初めの幸せに過ぎないんですよね。本当は一人一人が自分の本心、本音に沿って生きていくからこそ、本当の意味で良き波動とか幸せの波紋っていうのがこう周りに広がっていくものであるので、そう何も遠慮することなく、あなたはあなたの選んだ生き方を選択していけばいいよっていうことがすごく今回伝えられております。うん、そう、それによって何かね深い浄化が行われていくようです。そうで、すごくこうなんていうのかな、あなたが主役の人生なんだっていうこと、あなたがあなたとしてもうこの輝く蝶となって、あなたが主役の人生をここからっていうのは歩んでいけるよっていうことが伝えられております。でまたその望んでいることっていうのは必ず叶ってくるので、それを信じていてねっていうことが伝えられております。うん、そう、こういう環境に場所に住みたいとか、こういった生き方をしていきたいとかっていうことは必ず叶っていくよっていうこと。うん、何かあなたが本当にこう自由に何かからこう解放されて、あなたらしく主役の人生を生きていく、そんな印象感覚がすごくあります。で一つこうすごくあるのは、あなたがここからしていく選択っていうのは、あなたが本心に沿って生きていく決断をしていくことによって、一番近しく言うのであれば、あなたのそのお子様にとってもそれは後々ためになっていくことであるようなんですよ。そのあなたのお子様にとっても良き選択でありますよっていうことがすごく伝えられております。っていうのと、あともう一つの可能性、こちらの方の可能性としては、あなたが今なんて言うんだろう、取り組まれていることとか着手されていることっていうのは、何かね繊細な子どもたちを助けていくようなんですよ。それはもしかしたらそのご病気のお子様であったりだとか、ちょっと体質的に敏感なお子様、ちょっとこうアトピー性皮膚炎をお持ちのお子様であったりだとか、あとは何だろう、何かねそういった繊細な体質性質、またはご病気のお子様にとってもすごく助けになっていかれるようなことだよっていうことが、何かあなたにはねすごく伝えられております。なので何ですかね、これは見ている方によって様々かなと思うんですけれども、それはもしかしたら何だろう、こういったそのお子様たちが楽しんでいけるような企画とかイベントなのかもしれないですし、何かそれは食品関係、何かこうなんていうのかな、体にいい食品とかなのかもしれないですし、何かこうそういった食品添加物であるとか、化学薬品とかを使わないようなこうオーガニック系の何かなのかもしれないんですけれども、何かすごくあなたがされていることっていうのは、お子様のためにもなっていく、そしてまたそのあなたがひたむきに自分のその
自分自身に正直に生きている姿、不器用かもしれないけれども正直にひたすらひたむきに生きていく姿っていうのが、何かこういった子どもたちの希望や光になっていかれるようです。そう、もしくはあなた自身も何かそういったこう体質的なものであったりだとか、ご病気っていう経験がある方なのかもしれないんですけれども、あ、そういった方でも何かこう子どもたちから見た時に、あんな生き方ができるんだなとか、あんなお仕事もあるんだなとか、あんな風に生きていいんだっていうように、何かあなたのその姿っていうのがその子どもたちにとっての勇気とか希望になっていかれるようです。うん、何かね、そういったことがあなたには今回伝えられております。うん、キーワードとしては本当にあなたが望んでいること、意思、あなたの本心っていうのをもう尊重していっていいんだよっていうことがすごく伝えられております。それが今のその悩みにをこう突破していく最大のキーワードであるよっていうことが伝えられておりました。はい、ではあの一言メッセージ見ていきたいと思います。じゃじゃんと、わあすごい、自然界とつながるナチュラルワールドだそうです。へえ、なんかね、こちらも植物ですしね。そう、こちらも蝶々ですもんね。何かあなたはこう自然とか生き物とか植物とか精霊さんにとても愛されている方ではないのかなという印象が何かねありますね。そう、なんかこちらもね、結構そう健康とかっていうことも意味していたりとかもするので、何かこう自然と何か関わりが深い方なのかなという印象がすごくありますね。お花にいっぱい囲まれてますけれどもね、素敵な絵ですよね。なので、なんだろうな、何かこうあなたをこう癒していくこととして、何か自然の中に出かけてみるっていうことがすごくいいのかなと思います。やっぱりこうマザーアースって言って、私たちのこの生命もそうですけれども、魂のエネルギー体もこの自然のエネルギーでこう作られたもの、生み出されたものであるので、そう、もう自然は偉大なるヒーラーって言われてるんですけれども、そう、定期的に自然が多い場所に出かけてみるとか、または何かこう体にいいハーブティーを飲んでみるとか、飲んでみたりだとかするとかっていうのもいいかもしれないです。あとは何かこうオーガニック系のものをこう使ってみるとかね。でも結構オーガニック系のものってすごくやっぱり値段も結構そこそこで高かったりとかもするので、何か一つでもいいので、まあ、オーガニック系の石鹸を使ってみるとかっていうのもすごくおすすめかなと思います。何か自然とつながっていくっていうことがあなたにとってすごくいいようです。こう気のエネルギー、チャクラが整ってくるっていう感覚があるんですけれども、うん、ね、マザーアースって言ってこう地球にもやっぱり意志があるって言われていて、地球もこうガイアって言うんですけれども、なんかこう私たちにとってこう体にいい暮らしとか体にいいものを摂取することって、実はそのままこうそっくりそのまま地球にとっても優しい生活だったりとかもするんですよね。そう、何かね、そういったこう自然と関わりが深い方なのかなという印象がすごくありました。またそういった自然の多い場所に積極的に出向いてみるのもすごくいいのかなと思います。はい、うん、なので何かしらの参考やヒントまでにしていただければ私も嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。何かのお役に、立てたでしょうか。何かね、ピンとくるところありましたら、メッセージの方を受け取っていただければ幸いです。また
下の概要欄の方に、Twitter とアメーバブログ、そしてノートブログの方へのリンクも、貼ってありますので、もしそちらの方も合わせてお立ち寄りいただければ、嬉しいです。Twitter の方では、ソウルメッセージということで日々の感じたことや空からのメッセージを、配信しております。でアメーバブログとノートブログの方では、週に1回月曜日に今週のキーワードということで、タロットカードの方で、ちょっとシンプルに簡単ではあるんですけれども、今週のキーワードをリーディングさせていただいております。はい、それではまたあなたのピンときた時にどうぞ空の声みそらのタロットへ、遊びにいらしてください。はい、ありがとうございます。みそらでした。